オペラの漫画。私は奏、専業主婦をしています。ママ、パパが帰ってきたよ。玄関までお迎えに行こうよ。この子は音符、私の娘で今は小学1年生だよ。ん？ワルト君、もう帰ってきたの？今度お昼なのに、どうしたんだろう。奏、音符、ただいま。早速だけど、この車プレゼント。これって高級車？パパ太っ腹。一体どうしたの？かっこよくて買った。でも俺は車あるし、カナダが乗ればいいと思って。夫のアルト君、超がつくお金持ちで今は大企業の社長をしているよ。ミニカーを買うような気軽さで高級車を購入するなんて、さすが日本屈指のお金持ち。ママ、早速ドライブ行こうよ。本当が行きたいなら。でもお家のことがあるから夕方に行こうか。おう、行ってこい。じゃ、俺は仕事に戻る。じゃあな。アルト君はお金持ちだから何でもビッグスケール。私は何度も驚かされているよ。カナデのくせに高級車なんてアルト様にプレゼントされちゃって悔しい。ん？なんだか視線が、というかこの声は。ご機嫌遊ばっせ。この高級住宅街で一番のお金持ちの私が来てあげたわよ。私白雪も来てあげたよ。音符ちゃん、ずいぶんいいものもらったんだね。あれれ、二人とも遊びに来たの？やっぱりエリカちゃんに白雪ちゃん。この二人は近所に住むエリカちゃんと白雪ちゃん。エリカちゃんは高校からの同級生なんだけど。カナデのくせに高級車だなんて生意気よ。分不相応だから今すぐアルト様に返しなさい。アンプちゃんも高級車なんて身の丈に合ってないからやめといたら。二人はいつも私たちのことをアルト君に見合わない、身の丈に合ってないと言ってくる。できれば仲良くしたいんだけどな。あんたなんか貧乏なのにたまたまアルト様と結婚できただけ。高級品なんて似合わない。高級品を身につけていたり使用しているのはセレブだけじゃないよ。まあ私のママはナンバーワンセレブだから最高級品しか似合わないけど。まあ、でも確かによく考えてみると高級車ってちょっと気遅れするかも。だったらなおさらやめておくことね。高級車から安物の服を着た女が降りてくるとか悪夢でしかないわ。確かに安っぽい服、私のものより安いのでは。大人なんだからもっといいもの着たらいいのに。そんなに安い服じゃないよ。このワンピースは1000円もするんだから。たった1000円？そんなのよく着てるわね。というかどこでそんなの売ってるのよ。やっぱりあなたに高級車はもったいない。今すぐアルト様に返しなさい。奏の分際で私よりいい車に乗るなんて生意気よ。でもせっかくのプレゼントだから返すなんて。返した方がいい、アルト様が恥をかく前にね。そこまで言わなくても。ママもういいじゃん、ほっとこうよ。夕方のドライブ行けなくなっちゃう。そうだね、ごめんねエリカちゃん。またね。奏のくせに私を無視するの？生意気。今に見てなさい、後悔するわよ。ママ、こんな人たち相手にしても時間の無駄。私たちも帰ろうよ。なんだか嫌な予感。でももう帰ってくれるみたい。でもこの後大変なことが起きた。次の日。大変、どうしよう。ママ押せてるけど何かあったの？音符聞いて、大変なの。もう大事件だよ。昨日アルト君にもらった高級車が車庫にないの。それって本当？私どこかに忘れてきたのかな。まさか、さすがのママでも車忘れたらすぐ気づくはずだよ。だったら盗まれた。警察に言わなきゃ。本当になくなってる。パパが勝手に乗ってったとかじゃないのかな。でもパパが何も言わずにママのものを使うなんてありえないよね。どういうこと？すみません、警察ですか？車がないんです。今すぐ来てください。そんなこんなで警察に来てもらい、早速車庫に。しかしそこでも驚いたことが起きた。あれ、車が戻ってきてる。嘘、さっきまでなかったは
ずなのに。一体どういうこと？運搬も車庫に車がないのちゃんと見たのに。私の勘違い？それとも車が隠れてただけ？車って隠れるの？まさか、車は生き物じゃないし、動かさない限りそんなはずはないよ。まあ何でもいいですけど、物があるなら何もすることはなさそうですね。騒がしいわね。警察じゃない。え、奏さんの家に警察？一体何があったのかしら。大変、ご近所で変な噂が立ったら、アルト君に申し訳ない。はいはい、皆様お騒がせしました。この方の勘違いだったので職務に戻ります。何、かなでさん、車がどうたらって言ってたけど盗まれたって勘違いしたわけ？またかなでさんってばおっちょこちょいよね。子供もいるのにしっかりしなさいよ。すみません。ご近所さんによくない印象が。なんだか恥ずかしい。でも本当になかったのに不思議だな。数日後、そういえばママ、あれから車はなくなったりしてるの？それがね、不思議なんだよ。どういうこと？実は、あれから車はたびたびなくなっているんだけど、少ししたら戻ってくるの。え？そんなのおかしいよ。やっぱり警察に行った方が。でも、警察を呼んでまた戻ってきたら迷惑だし。戻ってくるから大丈夫だよ。もうママってばのんきなんだから。私だって焦ってるんだけど、なんでかわからないから仕方ないし。見張ってたりカメラをつけたり何か対策はしたの？もちろん。でもね、その時に限って車がなくなることはないんだよ。なんだか怪しい、人為的な何かを感じる。どういうこと？まだわからないけど、誰かの仕業かも。犯人がいるってこと？どうしよう。まあ焦っても仕方ない。今はわからないけど音符が何とかするよ。さすが音符、頼りにしてるね。任せて、名探偵音符に解決できない事件はない。真実はいつも一つだよ。それに今度の日曜日はパパとママとプニの映画を見に行く予定だもん。絶対邪魔されたくない。そうだね、音符。私も何か痕跡がないか探しておくよ。ん？何か音が聞こえない？まさか、噂をすれば影ってやつ？車庫の方かも、急がないと。あれ？誰もいない。車もなくなってる？逃げられたか。車の音が遠くで聞こえるよ。ん？あれ？これはリボン？音符の？こんなの持ってたっけ？ううん、でもこれどこかで見たことがあるよ。この肌触り、シルク？それにこの色？あ、これって何かわかったの？まさか。でもそうだとしたら犯人は。お腹空いちゃった。ママ、先におやつにしようよ。え、いいけど、音符はマイペースだな。そんなこんなで数日、今日は家族で映画を見に行く日になった。でも、あれ？また車がない？今日はアルト君との約束があるのに。困ったな。え、パパもう現場の近くにいるって言ってたよ。ご機嫌すばっせ、かなで。最近調子はどう？音符ちゃんと遊んであげようと思って来てあげたよ。貧乏人ってどうして声が大きいのかな。近所に響き渡ってるよ。何を騒いでいるのかしら。エリカちゃんに白雪ちゃん、こんにちは。大切な用事があるのに車がなくて。またそんなこと言ってるわけ？この前それで警察まで呼んだそうね。大げさなのよ。もう一度見に行ったらいいんじゃない？また戻ってきてるかもよ。そうかな。でも音符もないのを見たよ。そんなすぐ戻ってくるかな。見に行けばわかることでしょ。車庫。え、嘘、車がある？そんなはずは。どうして車が戻ってるってわかったの？どうせ奏の勘違いだろうと思って行ってみただけよ。おかしいよ、さっきまでなかったのに。
エリカさんと白雪ちゃんが話しかけてきたタイミングで戻ったって妙だよね。そうかしら、タイミングが偶然一致しただけよ。いつも話しかけてこないのに今日に限って話しかけてくるなんて、やっぱり何かあるんじゃ。なんとなくに決まってるでしょ。もしかして車を無断使用してるのは私って言いたいわけ？別にそうじゃないけど、つかかってくるってこと心当たりがあるの？なんて生意気な小娘なの、奏にそっくり。私が使った痕跡でもあったわけ？それはないんでしょ。当てずっぽうで釜をかけようだなんて小賢しいわね。ママを疑うだなんて、おんぷちゃんひどい。私たちのことを悲願で濡れ衣を着せようとしてるのね。そんなつもりはないけど。あ、でも白雪ちゃん、今日はリボンつけてないよね。今日は気分じゃなかったの。お気に入りのリボンもなくなっちゃったし。そのリボンのことだけど、これ白雪ちゃんのリボンだよね。あ、これ私がなくしてたリボン。どうして音符ちゃんが持ってるの？これ車の近くに落ちてたんだよ。ちょうど車がなくなった時に見つけて。はあ？そんなわけないよ。音符ちゃん、私のリボンが欲しくて盗んだわけ？え、違うよ、拾っただけで。嘘。ママ、音符ちゃんが私のリボンを取った。怒って。何？奏と貧乏気質も似てるわけ？人のものを盗むなんて最低よ。私たちを車を盗んだ犯人に仕立て上げようとしたのも自分の行いをごまかすためね。ちょっと二人とも、音符はそんなことをするような子じゃないよ。でも実際に起きたことでしょ。あなた母親でしょ。子供の悪行をしっかり叱らないと。そもそも奏が貧乏症で新しいものを買ってあげないのが原因じゃないの？そんな。奏が貧乏だったのは知ってるけど、過去を引きずって子供にまで我慢させるなんてかわいそう。音符ちゃん、そんなひどい扱いをされていたんだ。私だったら耐えられない。でもそうだとしたら納得だね。音符ちゃんいつも貧乏臭い服着てるし、靴も毎日同じ。音符ちゃんクラスでも浮いてるしね。浮いてる？音符が？そうなの？音符そうかな。音符はそんな気しないよ。友達もいるし。白雪がそう感じてるってことは、みんなそう思ってるってことよ。音符、ごめんね。ママ、何でもかんでも買っちゃダメって言って。ママは正しいと思うよ。むしろ何でも買ってもらえてたら、手に入れた時の嬉しさが薄れるし。子供に気を使わせるなんて、母親としてどうなの？ママにそんなこと言わないでよ。音符は我慢なんてしてないし、ひどい境遇でもないんだから。それより、車を勝手に使う犯人が誰なのかって話だよ。忘れてた。結局、エリカちゃんと白雪ちゃんじゃないんだよね。当然よ。私はナンバーワンセレブなのよ。人のものを勝手に使わなくても買うことができるわ。そうだよ。うちは音符ちゃんちと違って何でも揃ってるもん。言われてみれば確かにそうだね。やっぱりなんだかモヤモヤするな。音符、気にしすぎだよ。きっとエリカちゃんたちじゃないよ。そうよ。どうして私たちが奏ごときの車を使わなきゃいけないわけ？まったく、話しかけてあげたのに濡れ衣を着せようとするだなんて最低。帰りましょ。そうだね、私ももう帰る。音符ちゃんに疑われたまま遊ぶなんて嫌だし。ごめん。音符、元気出して。私のためにしてくれてることなんでしょ。ありがとう。そうだ、このリボンだけど、もういらないからあげる。でも、すっごく高い布だよね。簡単に手放していいの？私に落ちていたリボンをつけろっていうの？音符ちゃん、貧乏そうに見えるし。そのリボンつけたら、ちょっとはマシになるんじゃない？いらないよ。音符は気にしてないもん。強がっちゃって。私たちを疑ったのも、私たちのセレブでリッチな生活が羨ましかったからなんでしょ？そんなことないよ。音符は今の生活で十分贅沢してるし。あっそ、私たちに比べたら所詮庶民と変わらない生活のくせに。いらないならそのリボン捨てておいて。もったいないよ。持って帰るべきだよ。いつもつけてたんだから大切なんでしょ。必要ないよ。買えならいくらでもある。
私は音符ちゃんと違ってママに何でも買ってもらえるからね。ふん、白雪ちゃん。じゃ、またね。私と遊びたかったらいつでも声をかけて。少しはもてなしてあげる。なんだか嫌な感じ。いくらでも言えば。ひがみっぽくて惨めな子。かなで、もう二度と私たちを疑わないでよね。これ以上面倒なことを言ってきたら容赦しないから。ママごめん、音符のせいで溝が深まっちゃったね。いいよ、エリカちゃんは前からあんな感じだから。それより結局犯人は誰なんだろうね。決定的な何かがあれば。ま、そのうち解決するよ。それよりアルト君のところに行かなくちゃ。うん。そのひな夜くれて、もう逃げられないよ。オンプちゃん、何してるプニー？ちょっとした仕掛けを作ったんだ。車をこれ以上盗ませないためにね。オンプー、お風呂に入るよ。戻らなくちゃ。急ぐよ、プニー、プニン。翌朝。今日は朝からドライブ日和。この車は最高ね。ママ、早くしないとオンプちゃんたちにバレちゃうよ。わかってるわよ。白雪、シートベルトしっかり止めなさい。それにしても、奏のやつ間抜けすぎるわ。私が乗ってることに気づいていないなんて。気づいたところで、あの人たちに責められるとは思えないけどね。高級車に乗ってる私って最高。行くよ。何の音？お外から聞こえたよ。行ってみようよ。大変。どうして私の家の車がこんなことに。ちょっと朝から何事？事故？一体誰が？だから奏さんの家の車じゃない。あれ、奏さんが運転してたわけじゃないの？ママ、ママ大変。壁が、車が、足が。エリカちゃんと白雪ちゃん。奏じゃない。まあ何でもいいわ。それより私の足をアクセルから外して。ママ足が張り付いちゃってブレーキかけれなかったんだよ。嘘、大変。どうしたら。みんな落ち着いてよ。そんなことより大切なことがあるよね。確かに。どうしてエリカちゃんが私の車に。そんなことより足を。ママを助けてよ。なんでご近所さんがこんなに集まってるわけ。当然だよ、大きな音でみんな飛び起きてきたんだもん。ねえ、どういうこと。アクセルのところに接着剤がついてるの。え、アクセルに接着剤？どういうこと。誰がつけたの。もちろんそれは音符だよ。音符が接着剤を昨日の夜に塗っておいたの。え、これでいつも車を無断使用している犯人が特定できた。もう言い逃れできないよね。いつも音符の家の高級車を使っていたのはエリカさんと白雪ちゃんだね。うん、違う、今日はたまたま。偶然で人の家の車に乗ることはないよね。これは不法侵入に窃盗罪だよ。窃盗ですって？なんて失礼な子なの。ちょっと待ってなさい、今そっちに。ママ無理しちゃダメだよ。うるさい、こんなもの。服が泥だらけになっちゃった。ママだから言ったのに。あれって高い服なんだよね。あんなことになっちゃって私だったら気絶する。ママしっかりして。もう嫌だ、散々だわ。いい車両請求してやる。それはおかしい。確かに接着剤を塗ったのは音符だけど、勝手に人の車を使う方が悪いよ。それに音符が一番最初に聞いた時に謝ってくれていたらこんなことにはならなかったんだよ。でも音符ダメだよ。接着剤をこんなところに塗るなんて危険すぎる。それはごめんなさい。音符すごく腹が立って。だからってこんなことする、ありえない。奏の記憶どうなってるの。エリカさんごめんなさい。でも一応家を出たらすぐにブレーキをかける流れを考えて大きな怪我をしないように。にしてもエリカさん、近所で一番のセレブらしいけど、人のものを取るなんてね。ねえ、勝手に人の家に入るなんて怖いわ。それに高級な服や毎日整えてる髪型も
あんなことになったら肩なしよね。そうだった。ちょっと見てんじゃないわよ最低。今日は欲日だわ。爽やかな朝が台無し。ママ落ち着いてよ。みんなに笑われちゃってるよ。うるさいうるさい。私のプライドはズタズタよ。それもこれも全部奏でのせいなんだからね。昔からそうよ。あんたっていつでもラッキーで。エリカちゃん、そんなことないよ。私だっていろいろ。だからなんだっての。私の恥に比べたら雑草みたいなあんたの行いなんてどうでもいい。どうにかしろ奏でのくせに。キー、ママやめてよ。恥ずかしいよ。みんな見てる。せっかくナンバーワンセレブなのに。とりあえずうちで汚れを落としていく。音符、タオル持ってきて。お湯も持ってくるね。その張り付いた靴取っちゃわないと。でもね、もうこんなことしないでね。音符たちの車使いたかったら貸してって言ってね。私がどうして借りなきゃならないのよ。みじめたらしいじゃない。今のママの姿に比べたらみじめじゃないよ。私ちょっと幻滅。まあ、ご近所の皆さんもお騒がせしてすみません。もう解決しましたので。エリカさん最低ね。帰りましょう。こんなはずじゃなかったのに。その後エリカちゃんと白雪ちゃんは逃げるように引っ越しした。私は逃げるんじゃないわよ。タワーマンに住むことになったの。羨ましいでしょ、かなで。お元気で。あんなことになったけど元気みたいで何より。ちなみに大破した車はきっちり修理費用を支払ってもらって元通りになった。これでいつでも気兼ねなくドライブできるね。でももうあんなことしちゃダメだよ。はーい。アルト君もごめんね。せっかくプレゼントしてもらったのに大切にできてなくて。元に戻ったからまあいいだろう。ぺしゃんこだった時はさすがにびっくりしたけどな。音符のいたずらには常日頃から驚かされるけど、なんとか解決して。めでたしめでたしだね。パチ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 。音符だよ。白雪です。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。白雪ちゃんって悪い役やることもあるんだね。私も今回はびっくりしちゃった。すごく大変だったよ。迫真の演技だったよ。よかった。見てくれたみんなも動画の感想をコメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくお願いします。また次の動画で会おうね。それじゃ今日もソプラノじゃんけんの時間だよ。勝ったら明日いいことがあるかも。ソプラノじゃんけん、じゃんけんポン。明日も見てね。